土井明夫6月30日から1976年5月10日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。旧都佐郷市、警察署長、土井正明の次男として生まれる。海南中学校、大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1917年5月、陸軍士官学校を卒業。同年十二月、 騎兵商位に任官式兵第11連隊付となる。1920年9月から翌年11月まで、シベリア出兵に出征。1927年12月、陸軍大学校を優等で卒業式兵第11連隊中隊長に就任。1928年12月、陸軍騎兵学校教官に就任し、参謀本部付を経て、 1932年1月から1934年9月まで、ポーランドソ連に駐在した。1932年8月、騎平少佐に昇進。1934年9月、騎平学校教官となり、参謀本部員などを歴任し、1936年8月、騎平中佐に進級。1937年11月、県大本営第五課長となり、 ソ連大使館付部官に転じ、1938年7月、騎兵大佐に昇進した。1940年3月、参謀本部ロシア課長に発令され、参謀本部作戦課長を経て、第三軍参謀副長に転じ、満州に赴任。1941年10月、陸軍少将に進級し太平洋戦争を迎えた。1942年7月、 第3軍参謀長に就任し、関東軍情報部長を経て、第13軍参謀長に移動。1945年3月、陸軍中将に進み、上海で終戦を迎えた。1946年7月、南京政府国防部顧問となり、1948年10月に帰国。1951年3月から1976年3月まで、 大陸問題研究所長に在任、ありがとうございます。